段ボール。小学生の頃、近所の団地によく遊びに行っていたのですが、それが今より18年ほど前になりますので、昭和から平成へと変わった頃でした。特に友人がその団地にいたわけではなかったのですが、1号棟と2号棟の間に遊具があり、そこに友人と2人で行ってガンダムのカードゲームをして遊ぶのが日課になっていました。そんなある日に、その遊具の置いてある場所に違和感があり、その違和感は遊具のシーソーの隣にある木の下に段ボールが置いてあったことです。それだけであればいいのですが、そこを通る大人の人はその段ボールに向かい手を合わせていることでした。友人と2人、その段ボールに興味を持ち近づいたのですが、その当時大人の人が手を合わせるイコール神聖なものという観念が身についていたために、開けようとは思いませんでしたが、中から黒いゴミ袋がちらりと覗いていたのは覚えています。そこで神聖なものにはお供えをしようと、友人と二人でわけもわからずにそのままお参りごっこのような形になり、持っていたカードをお供えとして段ボールの前に置いて手を合わせて二人で帰りました。次の日の朝になり、学校で前日に遊んだ友人とまたその段ボールを見に行こうという話になり、学校が終わりまたその団地に遊びに行くと、段ボールはそのままでしたが、お供えしたカードはなくなっていました。その当時、まだ疑うことを知らなかった私と友人は、もらってくれたのだと思い、もう一度カードをお供えしました。そして、その後も数人の大人が手を合わせていくのを見て帰宅したのですが、家に帰り自分の部屋で漫画を読んでいると、知らない子供が窓から私の部屋を覗いており、道沿いにある私の部屋からはよく誰かが覗くことはあるので気にもしていなかったのですが、1分間ぐらいしてまた窓を見るとその子がいたので、窓を開けて「どうしたん?」と聞くと、その子は、お兄ちゃん、カードゲームして遊ぼうや、と。僕、カード4枚持ってるよ、と言ってきたので、私は
4枚じゃできないし、夜遅いから帰った方がいいで。と言うと、その子は、暗いから帰りたくない。でも、お兄ちゃんが一緒に来るならいいよ。って言われたのですが、夜遅く外出できるはずもなく、私は強引にその子の誘いを断り、その日は寝たのですが、窓を見ると、私と友人のお供えしたカードが置いてあり、その窓に、明日はいません。と、指でなぞった跡があり、友人と次の日に学校で話すと、友人も同じことがあったと話し、段ボールが怪しいと団地に行ったのですが、その段ボールはなく、団地の大人の人に尋ねると、段ボールのことは誰も知らないと言っていました。今でも道で段ボールを見かけると、その当時のことを鮮明に思い出してしまいます。小豆洗い。友人の話。山中の高速道路を走っていた時のこと。腹の具合が悪くなった彼は、最寄りのサービスエリアでトイレに行くことにした。無事にトイレに駆け込み、ほっと一息ついていると、処理、処理、処理。すぐ近くから何かを混ぜるような音が聞こえてきた。ゆっくりと米か何かを研いでいるかのような音。自分の他には誰もいなかったはずだけど、後から誰か入ってきたのかな。それにしても妙な音を立てるな。何をしているんだろう。個室のドアを開けて出ると、音はパタッと止んだ。トイレには一っ子一人いなかった。背筋が冷えた。思わず個室を一つ一つ覗き込んでみた。どの個室も白い和便器が座っているだけ。立ちすくんでいると、どこからか再び、処理、と聞こえてきた。ゆっくりと手洗いに向かい、できるだけ落ち着いて手を洗う。鏡に自分以外は何も映っていなくて、本当に安堵した。彼がトイレを出ていくときも、音は聞こえていたという。仲間内でこの体験を話してみると、子供なげに言われた。ああ、あの〇〇のサービスエリアでしょ。あそこって、あずき洗いがいるよね。何人からか話を聞いているよ。サービスエリアができる前は、近くの集落の小川に出ていたらしいけど、人がたくさん来る方が、あずき洗いも張りがあるのかもな。運がいいな。と、羨む仲間を尻目に、妖怪ってやつは、昼間から出るものなのか？どっちにしろ、トイレで研いだ豆なんざ、俺は口にしたくはないね。
彼はそう言って仏頂面をした。呪い、個人的にシャレにならない怖い話がある。うちの母は呪い殺されかけたことがある。祖父は見合い結婚だったが、祖母の前に見合いした人が一人いた。別に普通に綺麗な人だったけど、なんか気に入らなくて断ったらしい。まあここまではよくある話。母が生まれてから祖父母は母を連れ祖母の兄の結婚式に出た。そしたらなんと、その兄嫁というのが祖父が断った相手だったらしい。お互いに全く知らなかったらしく、花嫁もかなりビビってたそうだ。しかし、だ。その後、赤ん坊だった母が原因不明の病気になった。医者にかかっても一向によくならない。それで、田舎だから迷信深くて、祖祖母、つまり祖母の乙女が、いた子みたいな人のところに祖母を連れて行った。そしたら、いた子が突然生き霊を召喚して、それが例の兄嫁だったらしい。私を断って、あの男、子供までなして、死ねっちゃろう。最後は方言で、いじめてやろうとか、そういう感じの意味。もちろん、初対面のいた子がそんなこと知ってるわけもなくて、祖母はただただ呆然としてたらしい。一応母のお祓いはしてもらったものの、相手は生きているし念も強いし、これからも大変かもみたいなことを言われたそうな。さらに怖いことに、もし男の子だったら跡取りだから確実に殺されてるって。母は良くなったが病弱になり、祖母もその後男の子を流産とかで、子供はできても授かれなかった。その兄嫁、後で分かったけど、親しい人に、私は人を呪える、殺すこともできる、私の機嫌を損ねたやつは絶対許さないとか不意調してたらしい。美人だけど超自己中人間だし、変なプライドだけはすごく高い。言われた人は事情も知らないし、ただの電波おばはん扱いしてたけど、聞いたこっちはガクブル。ちなみに祖母の姉妹、みんな兄嫁とはうまくいかなかったらしいけど、男の子は一人も生まれなかったか、すぐ死んだりとかばっかり。育った女の子も大半嫁に行ってない。病気とか怪我で縁談がなぜか壊れる。しかも仲の良かった祖母たち兄弟姉妹、今は仲悪くなっていがみ合って。たたりって絶対あると思う。ついでに
そろそろ世の中で言われる結婚適齢期に差し掛かってきて、自分も呪われてるんじゃないかとすごく怖い。というのが、その兄嫁のおばさん、最近私のことをよく祖母に聞いてくるらしい。彼氏はいるけど、もう何回も原因不明の交通事故に巻き込まれてるし、無事結婚できるんだろうか。頼むから彼氏に罰を当てるのをやめてほしい。マジシャレにならない。言ってガンダムのカードゲームをして遊ぶのが日課になっていました。そんなある日に、その遊具の置いてある場所に違和感があり、その違和感は遊具のシーソーの隣にある木の下に、小学生の頃、近所の団地によく遊びに行っていたのですが、それが今より18年ほど前になりますので、に段ボールが置いてあったことです。それだけであればいいのですが、そこを通る大人の人は、その段ボールに向かい、手を合わせていることでした。友人、昭和から平成へと変わった頃でした。特に友人がその団地にいたわけではなかったのですが、1号棟と2号棟の間に遊具があり、そこに友人と二人その段ボールに興味を持ち近づいたのですが、その当時大人の人が手を合わせるイコール神聖なものという観念が身についていたために、開けようとは思いませんでしたが、